皆さんこんにちは、ダイスです。今回は集まる動物の森やっていきましょう。今日広場に久しぶりに来てくれてるシャンク、あーロリータシューズは可愛いですね。これ買いましょう。そうやってお金がなくなっていくって知ってる。あれアニマル系の靴のブラックって普通に売ってなかったでしたっけ。この隣のやつスリッパなんだ、かわいい。あ、指が3つに分かれてるやつってことかな。他はサッカーソックスとかはまあいいかな。スパンコールレギンスはこれはちょっとカーニバルにカーニバルに履こうかなと思って買いました。あとはバッグ系ですね。サコッシュ、ラタンのポシェットはすごく可愛いので買っときます。サコッシュはなんかこういう色合いの難しいやつはリアルであんまり買わないからちょっと不安。小悪魔の翼バッグ白持ってなかったのでここで買っときましょう。隣のあのパーティーバッグみたいなやつは色が薄い色は持ってるので色違いになるね。これパーティーバッグでしょ。大きめザックが欲しいな登山しに行く時の服みたいな格好をして担ぎたいです。今日とかありかもしれない。ちょっと大きめザック羽織りましょう。今日の服装だとこれなんか赤い帽子にしてる、これありですね。かわいい、やったー。いやでも思ったより靴の種類がなかったぞ。じゃあエイブルシスターズにも見に行きましょう。少しずつカーニバルに向けての家具とか服とか集まってきてかなり嬉しいです。今日もチェック。なんでオカメあるんだろうね。オカメ、沖縄。なんでだろう。あ、巨男性系のやつか。ないってことにしようかな。カーニバルっぽい靴とかがね、わからないんですよね。あ、ファーブーツ初めて見るかも。これかわいい。え、青じゃない。青かわいいと思う。これちょっと買おう。あとなんだろう、耳当て、おかめ、運動帽、ウェーダー。もう完全にあれですね、あのお魚釣りに行く感じ。フライトジャケットはね、なんか持ってたような気がするな。これで今回は終わりにしとこう。元の格好、靴可愛かった。よしよし。じゃあ次はたぬき商店行きましょう。色味って1種類で青系だけなのかな、それともリメイクができるとかってまだ見てなかったので、リメイクできるかどうかも見てもいいかもしれないですね。なんかできそうな気がするんだけどな。どうなんだろう。今日のアイテム、かわいい。え、なにこれなにこれ、ガーランド。え、欲しいです。待って、これカーニバル置いちゃダメかな。花輪ちょっとカーニバル置きましょう。ダメかな、ちょっと違うんだけどって言われそう。オーブン付きコンロ、これかわいいですね。あ、お金ない。またお金なくなった。やばいぞ。最近ずっと金欠が続いているんですよね。雑貨の中でこれだけちょっと買っていこうかな。足りないね、足りなくて買えないね。辛い、買えない。ちょっとあの金策してきます。これはさすがにまずいぞ。少なすぎるお金、やばい。なんかニックネーム思いついたと言われました。教えて。何、チャンダイ。なんかそれよく言われるけどいいねっていうとこ、チャンダイになった。チャブダイみたいだな。
まあいいか。セバスチャンがつけてくれるんだったら何でも嬉しい。よし、かぼちゃ持ってきました。金作はかぼちゃです。いや本当にもういろいろ買いすぎてるのと、あとあれですね、家具とか作って売らないからだと思う。なんかそんな気がする。よっしゃ、またかぼちゃ育てとこう。これで買える。色が変えられるかはちょっとわからないんですけど、リメイクキット今多分ね全部使い終わっちゃってたから、5個だけ持って行ってみたいと思います。 OK、 これで確認できますね。よし、とりあえず設置しましょう。壁がなくてもつけられるのかな。外に置けるやつかな。展示みたいに置けるんだったら嬉しいけど、なんか置けなさそうだよね。これ飾る。あ、いける。あ、来た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 。これでいいかな。ガーラント、なんか位置ちょっと微妙な気がするけど、まあ、しょうがないよね。これどかして合うかどうかわかんないけど、ちょっと花輪を。いや、なんか意外といいと思うんだけど、多分これで配置は決定したので、リメイクできるのかどうか確認しに向かおうと思います。色変えられるかわかんないけど、なんとなく変えられそうな気がするんですよね。レシピがあればいいんだけど、レシピもないからな。ベルリーナさんくれるのかな、レシピ。もらえたら嬉しいですけどね。で、リメイクするで見てみます。あ、いける。羽マークになってますね。確認します。今ブルーで、あ、レッドもかわいい。グリーン、レッド、ブルー、パープル、レインボー。あ、レインボーにしたい。羽で変えるんだ。なるほど。じゃあこれあれですね、当日じゃないと変えられないんだっていうことが分かっちゃいました。ブランコとかはこうやってね、色を普通に変えられるんですけど、リメイクキットじゃなくて当日、カーニバル当日のなんか降ってきてる羽を使ってリメイクしていくって感じでしたね。各2個ぐらい必要になるってことは、レインボーの羽のやつとか、あとは私青色統一今できてるから、なんかそのままでもいいかなとか思っちゃってたんですけど、色変えるんだったらそれした方がいいよね。ここどうしようかな。ここで会場にしたいんだよね本当は。でもなんか違う気がしてきた。花が多いからちょっと見にくかったりしますよね。ガーラントをこっちにやって、パーカッションちょっと近くになっちゃうけど、これでいける。お花の中でいいんかな。いや、良いような気がするけど、これちょっとあれですね、鼻はいい味出してる気がする。こんな感じで良いかな。早く当日迎えたいですね、これは。はい、ということで今回はこれが売っていたという感じでございました。ちょっと最近気になってるこのところに話しかけに向かおうと思います。カーニバル系の衣装をプレゼントしようか迷ってるんですよね。みんなその日に着てくれるのかわからないので。お、なんか家具の話をよくしてくれる子なんだよね、のりっぺ。頭の飾りとか
プレゼントした方がいいのかなっていうところにね、結構迷っている感じです。どうしよう。でもなんかつけてくれる子、今渡しても今日で終わりそうな気がするんですよね。ということは多分当日はカーニバルの衣装着てくれてると思うから、そのままの方がいいのかな。なんか作ってる。何？どうしたのバンタム。カメ、カメ、カメ。作り方知ってる。他のやつに教えてあげてたって。優しい。でもカメどこに置くんだろう。ここのバケツあるよね。ほらバケツあるよね。洗車好きなんだなって思って見てたんだけど、バケツあるからあれじゃない、いらなくない、わかんないけど。カメにも水貯めるのかな。まあいいか。じゃあ本当にこっち側の住民さんが選んできてくれた子が多くてかなり嬉しい。あれ今日ジャージだ、珍しいね。チェックマフラー付きセーターか。着こなしシンプルな中に品があるわね。こういうの好きかな。ちょっとお家にもう一個あるからお揃いしませんか、持ってくるんで。ダメですかね。今日が1週間のうちの山場と言ってもいいわね。ストレス発散するんだって。お願いだからその時はうちに入ってこないでね。キャー、来ないでって言われちゃった。あんまりこういうの言われたことないから初めてかも。ごめんねビアンカちゃん、よく入り浸ってるからだよね。あれ4号いない。あ、いたいた、マリアちゃんか。あれ4号は、こんにちは。今日はどんな風に過ごしますか。私は秘密です。あ、そう、なんか最近4号に会うことが少ないんですよね。なんでだろう。比較的外でアグレッシブに何かをしているイメージがあるんだけど、今日いない。4号見落としてたかな。4号エスメラルダちゃんとかもいないから、もしかしたらどっか行ってるのかな。お、セバスチャンがいる。はい、セバスチャン、声でかくないか。どうしたの。もっと大きい網で大きい虫を取りたいんだよな。大きすぎるとさすがにオイラでも持ちきれないかも。ピエン、あ、そっか、かわいい悩みだね。贅沢な悩みだ。いたー。どうしたの4号。のんびり空見てると小さな悩みなんか吹き飛んじまうよ。悩んでるねえねえ。わ、話す気ないんだこれ。あ、おしゃべりしよう。カラッと晴れて気持ちがいいだって。じゃあ大丈夫かな。なんか悩みがありそうな感じなのしてたんですよ実は、動画撮る前に。なんだけどそのままちょっと時間経ったらなくなっちゃってたから不安だったんだけど、大丈夫そうですね。あ、しんどくんは釣りをしている。釣り釣り。エスメラルダの家にはもう行ったか。行ってるよ。わ、ジンジャーエール出してもらってるの。なんだって。私出してもらったことないぞ。家いないぞエスメラルダちゃん。なんかみんな信仰ができてるのが嬉しいけど、ひどいですね。ちょっとずつ自慢してきますね。さっきこの辺またいた。寒いからね、今日あったかめな服装にしてあります。え、どこ行ったんだろう。化石もね今日まだ掘ってないから掘りに来たいんだけど、エスメラルダちゃんいないね。やっぱみんななんか最近見つけられない位置にいるパターンが多くなりました。これね、なんでかっていうと島中一応回ってるんだけど、見にくいところ見にくくて、そういうとこに多分いるんですけど、
一回セーブしてもう一回戻ると出てきてくれるから、そのやり方で探してるんですが、一匹ぐらいね、よくわかんないところにいるんですよね。よくなんでそこかなみたいな、あのはしごとか持ってるわけじゃないから、みんな、そうそう、だから下から上がっていける道じゃないところにいるとね、かなりビビりますね。あーでもなんかいないかも。今日住民見つけられない、しょうがないですね。そんな日もあると思ってそっとしておこうと思います。はい、ということで今回はカーニバルの家具と、あとシャンクが来てくれたので久しぶりにいろいろ買い揃えました。そしたらまた金欠になったので頑張って集めようと思います。今のところこの3種類集まっているので、カーニバルの日までもうちょっと集まるといいなって思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!